エメラルド級系巡洋艦、または E 級系巡洋艦はイギリス海軍の軽巡洋艦の艦級。本級は第一次世界大戦末期にドイツ海軍が建造したブルンマー級付施設巡洋艦に対抗するため、速力を重視した性能が求められた。結果、シェイクスピア級共同駆逐艦2隻分用の機関を搭載することにより、速力33ノットを 発揮可能な高速巡洋艦となった。1918年度海軍計画において3隻の建造が承認されたが、3番艦、ユーフレーティーズは、フェアフィールド社合板造船所で寄港後、1918年11月18日に建造が中止された。最終的に2隻が第一次大戦後の1920年代に収益した。 1936年に取られた2番艦エンタープライズ。旋回型カタパルト上のは、ホーカーハート水蒸気第2次世界大戦時のエメラルド。本級の船体は、選手楼型船体を採用していたが、選手楼は全級と異なり一番煙突の側面まで延長された。トローラー型艦首から艦板上に、手法の マーク121906年型 15.2cm 速射砲の監視砲の配置は姉妹艦で異なっており、エメラルドは1番2番 15.2cm 砲棒立ての付いた単装砲画を背負い式に2機搭載していたが、エンタープライズは新設計の連装砲塔に収めて1機を配置していた。司令塔を組み込み、を乗せた環境を基部として頂上部に、 射撃式書を持つ三脚型の全部マストが立つ。一番二番煙突が立ち、その背後に三番四番15.2センチメートル速射砲が片毛に一基ずつ並列で二基配置された。その周囲は関西艇置き場となっており、関西艇は二本一組のボートダビットが片毛四組で、計八組により運用された。船体中央部に単小灯台と、 後部射撃指揮所が設けられ、その側面に、対空火器として、1 0 2トル広角砲が、片弦1機ずつ2機が配置。後部甲板上の3番煙突の背後に5番1 5 2トル砲1機が配置された。後部甲板上に、上部構造物が設けられ、 後部短脚マストの後ろには6番7番 15.2cm 砲が、後ろ向きの背負い式配置で2機が配置され、その間に3番 10.2cm 広角砲1機が配置された。この武装配置により、監視方向に、最大で 15.2cm 砲2門減速方向に、 最大で 15.2cm ル6二 10.2cm 三2ン 53.3cm、魚雷発射管6門、完備方向に、最大で 15.2cm 二4ン 10.2cm 砲1門が、施行できた。収益後の百二十九年にチメートル魚雷発射間はべて撤去され、代わりに、新型のチメートル四 連装魚雷発射艦4機が同一に設置された。1930年代の水蒸気施設が3番煙突の後方に設けられ、旋回型カタパルト1機の上に水蒸気が搭載され、揚臭用クレーン1機が設置する工事が、エメラルドは1934年、エンタープライズは1936年に行われた。 1936年に取られた2番艦エンタープライズ。本艦のみ艦首に連装砲塔を搭載していた。本級の手法は全級より引き継がれるマーク121906年型 15.2cm 砲を採用した。その性能は重量 45.36kg の砲弾を行角40度で 19660m まで届かせられる。 この方をセピエキシブ型単装砲がで7機を搭載したが、エンタープライズの道一番手法が、マーク17型連装砲塔が採用されており、連装砲1機と単装砲が5機と異なっていた。不行能力は、単装砲がも、連装砲塔も変わらず、行角40度、深角5度で、左右120度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は、電動で補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分5から7発である。1942年に取られた2番艦、エンタープライズ。単焦灯台と3番煙突の側面に震災用の、マーク V10.2 センチメートル広角砲の砲座が、見える。 その後方に 53.3cm3 連装魚雷発射管室が配置された。広角砲は新設計のマーク V10.2cm 広角砲を採用した。その性能は重量 45.36kg の砲弾を行角45度で 14,950m まで届かせられ最大行角80度で 高度8763メートルまで到達できた。この砲をハマーク3型単装砲がで3機を搭載した。砲がの不行能力は、行角80度、深角5度で、旋回角度は、左右180度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。 発射速度は、毎分10から15発である。近接攻撃用にビッカース 4cm ポンポン砲を連装砲画で1機搭載した。他に、手法では手に負えない相手への対抗として53、3cm、魚雷発射艦を3連装で、片言2機ずつ、計4機装備した。本級は、ヤーロ郎ー式重油栓浄水艦最艦艦発機に、推進機関では、 ブラウン・カーチス式ギアードタービンを、駆逐艦2隻分を搭載したことにより、推進軸数は全球の2倍の4機4軸となり、最大出力8万 SHP、最大速力33.0ノットを発揮した。しかし、その代償として、重油1600トン搭載で、航続性能は20ノットで3820回りと、軽巡洋艦にしては短くなってしまった。 機関配置は、ボイラー搭載数を全球の6機から8機へと増加したために、煙突の本数は増加して、カロライン休憩巡洋艦以来の3本へと増加したが、この時に、ボイラー配置を全部ボイラー室全部機械室、後部ボイラー室後部機械室という、シフト配置を採用したために、前後のボイラー室が分離して3本煙突は前側に2本。 後部に一本の特徴的なものとなった。ありがとうございます。